じゃあ、今日とてつもない瞬間が訪れます。スペシャルゲスト。クジラくんどうぞ。普通でやってます。あ、どうした？穴開いちゃった。ちょっと待って。大丈夫。失敗したらもう一回やるから。親たちで十分です。穴開次はですね、はや最後の曲でございますが、横浜というユニング曲です。僕が31歳か2歳ですから、もう二十数年前の曲でございます。私、横浜なんですけど、一時、福生というところに住んでましてですね、横浜から花に住んでるよって曲にですね、なぜか水疱瘡になりましてですね、ずっと熱出して寝てる時に作った歌です。で、詩を流行ってたので聞きづらいんですけど、ここから出てくる詩の内容は全て事実です。俺の親父は店を畳みって本当にうちの親父が店を畳んだ時のです。ちなみにごめん。じゃあここはですね、次歌うところは特別ないんですけど、まあやれるあまりか、まあ気が向いたらやってください。じゃあ最後、横浜という曲、親子漫談兼ねてやりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。Thank you.
じゃあ次は神戸ということで聞いてください。